どうしたんだい、ゆかちゃん。なんだ誰がこんなこと。いや、自殺か。すごい悪臭だ。たくさんの命が終わったんだな。ここで。ゆかちゃん、これじゃあおしっこできないね。そう、行こうか。僕の妹。寒いな。先生も岸沼君もどこ行っちゃったんだろう。無理しないでよ。怖いよ。最初の教室に戻ってみようかな。こっちの校舎は長くいると頭痛くなるし。私たちは先生に殺されたの。今の鈴本さんを殺した霊たちの兄はいなかった子だ。どうしてだろう。とても寂しそうな感じ。
も増えてない。私のメッセージ、止めなきゃ。そっか、私昨日から貧血始まってたっけ。それでめまいがしたんだ。休まなきゃ。
あれ？私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰かが動かしたのかな。気をつけないと。目が、気をつけないと。もう一度あんな姿の鈴本さんを見たら、きっと私もう狂っちゃう。声だわ。この子だ。文化人形がまた喋ってる。
の懺悔でも成仏しなかったじゃない。鈴本さんを返してよ。相変わらず綺麗に通るな、お前の声は。あ、岸沼君。大丈夫か、篠崎。あなたこそ、どうしたの、そんな血まみれで。いや、さっきお前がいなくなった時、いきなり後ろから殴られて。あ、平気だ。どこだかわかんねえけど、薄暗い部屋に監禁されてたらしい。子供の幽霊だの、なんかハンマー持ったでかいやつなのいたな。どうやってここまで。その後また意識が飛んで、目覚めたら1階の廊下に寝かされていた。そこまで誰かに運ばれたのかな。でも無事でよかった。もう嫌、誰も死んじゃ嫌。あ、間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した犯人の懺悔でもできなかったぞ、それ。そもそも犯人ってどんなやつなんだよ。あなたを襲った鉄槌を持った男、それが殺人犯です。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形はあの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ、先生って誰？私のことは詮索するな。なんだこいつ。ごめんなさい。あの男の死体、泣き殻がこの校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。ナホさん。お友達の死はあなたのせい。